ばさ、部員じゃないよね。山岸さんの知り合い？あのさっき話してた。ああ、じゃあ彼が君のこと山岸さんから聞いてるよ。新入部員の当てにってなんとなくあなたの名前出したとこなの。あなたの方から来てくれるなんてすごく嬉しい子さん。あの僕平賀圭介、よろしくお願いします。圭介先輩しっかりしてくださいよ。お願いされる方なんだから。部長でしょ。そうだよね。相変わらずですね。山岸さんも復帰して新入部員も増えたか。僕ももう少し部活やろうかな。あ、平賀先輩3年生だから今年受験ですよね。いや、あの、そんなことよりもさ、君って美術できる人？そうか、じゃあ逆に僕らが教わる機会の方が多いかもね。ここでこうして会えたのも何かの縁だと思うし、席を置いてくれるだけでもいいんだ。いいよね。我は汝、汝は我、汝新たなる絆を見出したり、汝運命のペルソナを生み出せしとき、我らさらなる力の祝福を与え、一応ここの出入りは部活関係者のみってことになってるから、入部届だけは出してね。うちの部の活動日は火、水、木曜日だよ。テスト前の何日かは活動停止になっちゃうけど、おとなしく家で勉強しろってことだね。基本自由参加だけど、たまには顔を出してよ。まさか同じ部活になるなんてね。じゃあ早速手続きしてもらってよろしく。やあ、うん、そろそろ今日は上がろうか。みんなお疲れ様。お疲れ様でした。お疲れっす。じゃあ片付けて帰りますか。この間からちょくちょくなんかちょっと頭が痛くて、出したことはないと思うんですけど、痛みの原因を明確にしておいた方がいい。重大な病気の原因である可能性もあるからね。頭の他に痛いところはない？鼻や喉は大丈夫？頭の上を押さえつけられてる感じ？あー、また始まっちゃった。圭介先輩の問診攻撃。山岸さん、当分返してもらえないわよ。具合悪くしてる人を見つけるといつもああなの。学校の中とか外とか関係なしにね。
ああなると長いんだよね。大病院の一人息子なの、圭介先輩。病人を見るとほっとけないんでしょうね。多分どっかの医学部志望なんでしょう。後頭部から首筋にかけて痛む？後ろ向いてくれる？心配ない。ただの緊張型の頭痛だよ。すごくひどい肩こりってところだね。パソコンに向かってることが多いっていうし、運動不足なんだろうね。美術部の僕が言うのもなんだけど。ただの風邪だと思ってたんですけど。心配なら触診もしておこうか。上着脱いで胸出して、あと口開けて舌を見せてくれるかな。いや、大丈夫です。寮近いですし、彼も一緒ですし。ああ、ごめんって、君たち寮生なの？山岸さんはしっかりしてそうだから想像つくんだけどね。炊事とか。君も洗濯とかしてるの？一人で寂しくない？ああ、ごめん。山岸さんの症状のこと無視しちゃって。近いって言っても歩くと距離あるんだし、大事を取ってタクシー呼んだら。揺れると頭に響くだろうからハイヤーの方がいいと思うけど。本当に大丈夫ですから。調子はどう？注目。こないだの港区絵画コンクールですが、平賀くんの作品が最終選考に残りました。すっごい。部長のは割とすごかったから入賞するかもね。やめてよ、絵筆のせいだって。僕だけ父さんのお風呂のたぬき毛の筆を使ったし、絵の具のノリが他の作品より良かったんだろ。たまたま審査員の目に留まっただけだって。ありがとう。でも美術始めてたかが2年ちょっとだよ。そんな僕が最終選考だなんて。自信を持ってください。平賀部長は頑張ってました。遅くまで部室に残ってたのみんな知ってますから。部長なのにね、僕。みんなに励まされっぱなしだ。ごめんね、新入部員の前で。みっともないよね、こんな頼りないやつだけど。一緒に頑張っていけたら嬉しいな。下校時間だよ。みんな帰ろう。なんて説明すれば。あ、なんだ。あ、俺なんか力入らない。呼吸が荒いな。唇の色も良くない。昨日は何時に寝た？お昼はいつもどんなの食べてる？そういえば朝飯食ってなかった。うん、そっか。やっぱりそうだ、偏食による貧血だね。ファーストフードばかり食べてるらしいから、牡蠣やアワビとかも食べるといいよ。鉄分が豊富だし、いろんな調理法があるし。所詮は素人の初見だよ。
落ち着いたら見てもらった方がいい。ちゃんとしたお医者さんにね。僕、彼を保健室に連れて行くよ。みんなは先に帰ってて。やっぱりやめた方がいいのかな。僕がいなくても部は大丈夫だろうしな。それに僕、美術のことそんなに。君、いつからそこに。もしかして聞いちゃった今の。あ、やっぱり聞かれちゃってたか。父さんがね、部活をやめろって言うんだ。進学するんだからそろそろ勉強に専念しろってさ。最終選考に残ったことを教えたらさ、喜ぶどころか父さんこう言ったんだ。いつまでも遊んでるんじゃないってさ。僕は長男なんだから病院を継ぐのが当たり前だって。父さんは僕のことなんて考えてくれない。病院の方が大事なんだよ。みんなだってそうだ。病院の息子だから医学部受験して将来は医者になるって決めつけて。僕には僕の考えがあるんだ。実際たまんないんだよ。僕には考えがある。それを伝えなきゃ。そうだね、君の言う通りだ。決めた。僕、父さんと勝負する。入賞できなかったらその時は父さんの言う通り部を辞める。でも僕が賞を取れたら好きにさせてもらう。帰ったら父さんに約束させるんだ。あのさ、このことはみんなに内緒にしてほしいんだ。退部するかもなんて心配させたくないし、二人だけの秘密にしておいて。悪いけど今日は休むってみんなに伝えてくれるかな。今日中に父さんを説得したいんだ。それじゃあね。平賀くんの油絵が最終選考の審査員の目に留まったそうです。こういうことは異例なんですが、平賀くん用に入賞枠を開けておくって。話が見えないんですけど、どういう。入賞の内定と思って構わないそうよ。最高で最優秀賞、最低でも審査員特別賞。大胆な陰影による臨場感は神の領域とベタ褒めされたらしいわ。おめでとう平賀くん。やるじゃん部長。美術部始まって以来の快挙ですね。ということは僕もしかして。そうか、父さんに約束させたんだった。入賞したら僕のやりたいようにさせてくれるって。これでもう父さんの言いなりにならなくていいんだね。せっかくですからみんなでお祝いしませんか。そうね、やってもいいんじゃない。ありがとうみんな。特に君には変な気を使わせちゃって。行こう。お祝い君も来てくれるよね。盛り上がってるとこごめんなさい。平賀くん、
詳しい説明をしたいからちょっと。あ、時間は取らせないわ。なんならみんな職員室の前で待ってて。ねね、平田くん、さっき話した審査員の人の勧めなの。あなたからアーティスト性を感じるって。その気なら留学先の手配をするって言ってくれてるんだけど、どう？留学？僕がアーティスト？留学だって。平賀先輩すごいね。あ、ちょっと君たち美術部の人？ねえ、平賀見なかった？平賀先輩なら職員室で今。あ、平賀、探したよ。ミカリンが倒れたの。ちょっと来て。え、うん、すぐ行く。先生、申し訳ありません。少し考えさせてください。医者にはなりたくないって言ってるけど、困っている人を見捨てられないのはあの子の性分なんでしょうね。芸術性を持った開業医の息子か。教え子ながら羨ましいわね。なんかお祝いって雰囲気じゃなくなっちゃったね。みんなには私から説明しておくから、今日はもうお開きかな。やあ。うん、あのさ、部活終わったらちょっと時間くれないかな。頑張ってるな、みんな。僕も頑張ってるってこと？君にはそう見える？留学のことを父さんに話したんだ。やってみたらどうだ、だってさ。こないだは退部しろって言ったくせに。今までイシャイシャ言ってたのに、急にそんなこと言われたから、僕どうしていいのか分かんなくて。なんだよね、確かにそうなんだけど、留学しちゃったらなんか父さんに言われたからみたいで。ありがとう。一人で悶々としてて、話したら少し楽になれた。こんなこと話せるのは君だけだよ。僕と違って君は何でも一人で決めてきたんだろ。すごいよ。あ、ごめん、そろそろ帰ろうか。運転手を待たせてあるから、寮の近くまで乗っていくといいよ。その、うん、相談に乗ってもらいたいんだ。部活終わった後、こないだのとこでね。あのね、これまだみんなには言わないでね。迷ってるんだ、留学。父さんが決めてきちゃったんだ。留学先の学校も住むところも、飛行機のチケットまで取っちゃって。僕、留学するなんて一言も言ってないってのに。この間部活を辞める辞めないで言い合ってから、父さんおかしいんだ。急に物分かりが良くなったような。仮にだよ、僕が医者志望だとしたら、今留学しちゃってアーティストになったら、もう
後戻りできないんだよね。もう医者にはなれないんだよね。先生もみんなも君だって応援してくれてる。留学するってやっぱり思うよね。こんなチャンスってめったにないし。ごめんね、なんか君の前だと愚痴ってばっかだね。でも喋ったら少しスッとした。ありがとう。自分が何をしたいのか分かんなくなってきた。困った時の神頼みだな。よし、僕本屋に寄ってくから先に帰ってて。占いの本を買って帰る。今日は徹夜だ。やあ。当番は部長とあなただね。よろしくお願いします。じゃあお先。じゃあさっさと片付けちゃおう。僕の部屋よりは狭いけど部室って意外と広いんだね。ちょっと休憩しようか。あのさ、僕ね、留学することにしたよ。正直あまり乗り気じゃないんだ。でも先生にも面談の時に医者になるつもりはないって言っちゃったし。なんか飲もうか。僕買ってくるよ。ああ、聞き忘れてたんだけど、飲み物を冷たいのでいい？それか、あ、上！おい、しっかり聞こえるかい？よかった、気がついて。何度も呼んだのに目開けないから。僕外傷はないし脳挫傷の心配もないと思うけど、自分の名前言えるよね？問題ないか。よかった、本当よかった。瞳孔は正常だから大丈夫だと思うけど、倒れる時に頭や顔面を打ってたらって思うと。僕 ねえ、さっきのことを覚えてる？落ちてきた段ボールね。僕が片付けたやつなんだ。家じゃ掃除はお手伝いさんに任せっきりだから、そのめんどくさくなって適当に乗せたら僕のせいだ。ごめん。君があのまま目を覚まさなかったらって考えたらゾッとしたんだ。友達が困ってるのに何もできない自分の不甲斐なさに。ね、僕は医者じゃないから。強いな君は。鳥海先生から聞いたよ、君のご両親のこと。僕は帰れば当たり前のように家族がいて、両親がいるから甘えてるのかな。大切な人を目の前で失う気持ち、さっきの君を見て分かった気がする。僕は医者になりたい。でも父さんの言いなりには。ああごめん、帰ろうか。歩ける？肩貸すよ。やあ。
詳しくはそこで話すから。ごめんね、こんなとこまで。僕、わからなくなったんだ。自分が何をしたいのか、医者になりたいのか、芸術家を目指したいのか。だから自分探しに行くんだ。見つかるまでは学校にも家にも戻らない。どこに行くかなんて決まってないけど、とにかく家から離れるつもり。お金は大丈夫。父さんの財布からクレジットカードを持ってきた。最後に君と話ができてよかった。部のみんなによろしく。そんなことを言わないでよ。決心が鈍りそうで。怪我や病気には気をつけるんだよ。大丈夫ですか？今の咳。呼吸が荒い。熱もある。まずいんじゃ。僕の考えすぎならいいけど、ちょっとごめんなさい。やっぱりタバコ吸う人なんだ。これはまずい。これは多分このおばあさんは慢性気管支炎だ。風邪をひいて急性悪化したのだとしたら、救急車だ。早く。あとは専門医に任せよう。じゃあ僕行くね。胸が。おじいさん、これから行くって時にどうしよう。分かったよ。僕は駅員さんに救急車を呼んでもらってくるから、君は応急処置を頼む。大丈夫。無理に動かさんでくれ。行ってきたよ。この人心不全だ。上半身を起こして座らせて。嘘、呼吸が。チアノーゼの兆候も。やらなきゃ。僕がやらなきゃ。このおじいさん死んじゃう。手伝ってくれ。仰向けに寝かせて。外だよ。人工呼吸と心臓マッサージをすればいくらかは。今の僕にはここまでしかできないから、ありがとう。一人じゃ自信がなかったんだ。君がいてくれて本当に良かった。僕たち二人で助けたんだ。僕帰るよ。ようやく分かったんだ、自分の気持ち。父さんに謝るのは尺だけどね。じゃあね、また学校で。あのね、ありがとう。みんな、ちょっと聞いてくれ。今日付で退部することに決めた。部長の後任は2年生から選出してくれ。どうしてです？急に退部だなんて。受験勉強をする。じゃあやっぱり医学部へ行って医師免許を取って
僕は医者になる。病院継がなきゃいけないから、お父さんに部活をやめろって言われたとか。父さんは関係ない。僕が自分で決めた。もう迷わない。せっかくいただいた留学の話だけど、辞退させてもらうよ。出遅れた分、睡眠時間を削って勉強するつもりだ。拙い僕についてきてくれて本当にありがとう、みんな。部長、雰囲気変わった。なんか男らしくなった。褒めすぎだよ。いいかな、また上で。明日から当分、君とこうしてゆっくり話すこともできない。だから今これを君に渡しておきたくて。昨日届いたんだ、審査員特別賞だって。僕の上に優秀賞や最優秀賞の人がいて、やっぱりさ、基本を勉強しないとダメだね。世の中そんなに甘くない。受験勉強つらいと思うんだ。これ見ると部活の思い出に逃げちゃいそうで、だから君に預かっててほしいんだ。ありがとう。なんか君にはお願い事ばかりだ。僕の方が年上なのにね。駅で一緒に患者さんを助けたろ。僕が君を大切に思ってるようにさ、あの人たちも誰かに大切に思われてるわけで、死んじゃって会えなくなるのは寂しいから、助けてあげられたらって思ったんだ。僕が医者になることでさ。なんか僕カッコつけすぎかな。ちょっとだけ先輩らしかっただろ。これでも僕元部長だよ。一周回って元に戻った感じだね。傍から見たら同じことなのかもしれないけど、でも病院の息子だからじゃない。僕は自分の意思で医者になるんだ。君が急患で緊急手術なんてことになったら、僕が執刀してあげる。主治医としてね、お互いが生きてるうちに少しでも長く一緒にいたいから。我は汝、汝は我。汝、ついに真実の絆を得たり。ここに運命の力は、その才能を開かれたり。今こそ我ら汝に与え、運命の究極なる力、汝がうちに満たされんことを。でも大事なのは健康だよ。医者の手にかからないのが一番だね。寮暮らしで食生活荒れてない？なんか栄養のあるものでも食べて帰ろうか。プレイステーション。